先日、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵、救世主、がニューヨークのオークション会場で競売にかけられ、実に450万ドル、約510億円、で落札されたという。さらに、この絵を出品した人物が話題になっている。アメリカメディア、ブルームバーグ、が報じた。ダ・ヴィンチの絵を売った人物は、モナコの会長であるドミトリー・リボロフレフ氏だという。同氏は2015年にパブロ・ピカソやクロード・モネをはじめとする芸術家たちの作品を適正ではない価格で購入した疑いがかけられている。しかし、救世主をリボロ・フレフ氏に売ったイブ・ブービエ氏はこの事実を否定した。今夏の移籍市場でモナコは主力級の選手を数人放出しており、約464億円もの移籍金を獲得した。全金額が会長のもとに行くわけではもちろんないが、オークションの売却額と移籍金だけで合計974億円を稼いでいる。